私は前船橋市議会議員で NHK から国民を守る党代表の立花隆でございます。ところで、この政見放送を見ている多くの方々は NHK と裁判していると弁護士法72条違反でという名の政党名に馴染みがないのではないでしょうか。NHK と裁判していると弁護士法72条違反でという名の政党は、もともとは NHK から国民を守ると通称 N 国として普段 NHK を見ない若い年齢層にも親しまれていました。ではなぜ政党名を変更したのか。それは2年前の参議院選挙で私たち NHK 党が初議席を獲得し、公党として認められて以来の具体的な活動内容を皆さんに広く知っていただきたいという思いからです。現在の党名にもある通り、私たち NHK 党は現在 NHK を相手取り、 NHK の集金行為が弁護士法72条違反にあたるとして裁判を行っています。国会でも NHK に関する質問を行っていますが、それと同時並行して裁判も行っているということです。法律を変えやすくするために NHK を相手取り、さまざまな裁判結果を引き出そうとしているのです。これもすべて一日も早く公約である放送法の改正と NHK スクランブル放送化を実現するためです。公約実現後は公党としての役目を終え、回答することを公言しています。ではそもそもどうして NHK 党ができたのか。始まりは2005年に遡ります。この動画を見てください。2011年に YouTube にアップロードされた動画です。クルーガーって会社、本当調べてもらえば分かります。クルーガーの会社とホームページと国会議事録でクルーガーっていう会社のやったことを調べてもらえればどれだけ悪どい業者かって分かります。まあ、こんなこと言うと僕クルーガーの人から狙われるんだろうなと思いますが、もう言った方が逆に怖くないのでとことん言います。もうほとんどこんなのも闇金っていうか、そういうサラリーマン、サラ金で金借りた人の取り立てをしてたような人たちが働いてる会社です。NHK もそれを知った上でやってます。契約してます。大阪で言えば2008年10月22日のこれ記事ですけど、NHK は天王寺区生野区の業務委託ですね、受信料の契約収納業務についてシーズコーポレーションに業務を委託したと公表してます。そういう会社でありながら、分かってながら NHK やってるってことです。それぐらいもう怖いんです。だからもうぶっ壊すしかないんですよ。こんなもう改革とか言ってられないです。ここまでっていうか、もうこれまで言うと非常に私も危険であるっていうのはよう分かってます。ですから私はここで何度も言うように、遺書を書きますとも言ってますが、私病院に月に1回通ってます。大鳥の吉田クリニックっていう心療内科のドクターに見てもらってます。ですから、いろんな客観的な状況を見てもらって、私が自殺するような状況でないということは、とにかくいろんなところに、形跡を残していってますので、とにかく私が殺された時には皆さんが、私が絶対に自殺じゃないんだということを声を上げてください。本当これが命がけの行動であると、本当怖いですよ。なんて言うんですかね、やっぱり僕だって生きたいし、もっと楽しいこともしたいですよ。それはね、そんなもんすわ。せやけどね、やらなあかんって気持ちは強いんですよ。楽にね、何も楽にパチンコで年間1000万円以上儲かるんだったらね、パチンコしてたらやんって言われるんでしょうけど、無理なんですよ。正義感とか使命感が突き上げるんですよ、僕のこの行動をね。だから怖いですけど、怖がってても世の中変わらないんで、これからもやっていきます。
ちょっと情けないですけどね、これはちなみに、流すのも情けないですけど、決して強くないですよ。よく勇気あるって言われるんですけど、勇気なんかないですわ。怖いです。でもやるのはしゃあない。それが、受信料から給料をもらった僕の役目だからです。今はもらってないですけどね。19年4ヶ月、国民の皆さんから受信料をもらって、僕給料もらってきましたから、返させてもらいたいと思います。ちょっとこんな、なんか情けない終わり方で、本当申し訳ないんですけど、これからもよろしくお願いします。NHK 党の党首である立花孝志は、以前、NHK 職員として高校卒業後の1986年4月に NHK 入局、庶務、経理、スポーツ報道センターと移動し、2004年には NHK 本部編成局に経理として勤務。異例ともいえる出世コースの中で、NHK が行っている不正行為の数々を目の当たりにします。そして自らもオリンピックでの飲食代から機材盗難の穴埋め処理など裏金作りに手を染めていきました。国民の皆様からいただいた受信料をこんな風に扱っていいのか、立花孝志は強く疑問を感じ、そして悩みました。このまま見て見ぬふりをすれば年収1000万円以上の報酬を受け取り続けることができる。だけれどそれで本当にいいのか、立花孝志は意を決して2005年4月週刊文春で内部告発を行いました。内部告発することで NHK が正しい道に戻ってくれると信じたのです。しかし結果は失敗。 NHK は何も変わりませんでした。その後 NHK による受信料不払い者への裁判のサポートを行いながら、自らが政治家になるのではなく、現役の政治家たちに NHK 受信料に関する法律の改正を訴える活動を行っていきます。しかしまたここでも失敗します。当時選挙ボランティアにも携わった政党が政権交代を果たします。この政党は NHK 問題に取り組む議員が多くいたため応援していました。しかし政権交代を果たした後も NHK 問題に着手はされませんでした。既存の政治家はやると言ったことをやりません。立花孝志はこう考えます。自分が政治家になるしかない。平成27年4月28日船橋市議会議員に当選。その後いくつかの選挙に出馬当選します。そして2019年には参議院議員選挙で比例当選を果たします。正直者がバカを見ない世の中を作りたい、この思いで立花孝志と NHK 党は日々活動を続けています。